回のしゃべくり真っ白の時間です。今日の真っ白なんですけれども、なんか天気は良かったんですが寒かったですね。なんか予想では7度6度か7度あったんですけどね、寒かったですね。風が冷たかったですね。今日の真っ白寒かったですということで、先ほどね帰って慌ててね床見たんですけども、暗いニュースの中でね、今日は明るいニュースが一つ出てましたね。今日で拾ってきました。なんかマスコミでね最近有名なんです、騒がれてますけども、こんまりのね名前で騒がれてますですね。近藤麻理恵さんね、片付けコンサルタントですかね。なんかアメリカでもその本がだいぶ売れてるってことでね、日本では、発行部数140万部突破してね、アメリカカナダで50万部発行部数50万部突破したということでね出ておりました。この方ね、人生がときめく片付けの魔法なんて言ってね、面白い本書いてだいぶ読んでるみたいですね、というようなことで、面白いニュースが出てましたので見てまいりましたということですね。今日はこちらに若い綺麗な方お呼びしました。こちらの方はね、怖いんですよ。こちらの方な、剣道三段ですね。剣道の達人ということでね、葛西愛子さんって書いて秋子さんって読むんですね。はい、葛西秋子さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。ところで葛西さんね、早速お伺いしたいんですけども、今申し上げました剣道三段ということなんですけども、女性で剣道三段ってあんまりいらっしゃらないんじゃないですか。珍しいと思います。ですよね。はい、松代で一人、松代で全国で一人じゃないな。ね、県内でも結構少ないんでしょ。うん、少ないと思います。ねえ、松代でもまあいるかいないかぐらい、やってる、続けないと段取れないので、うん、なるほど、なかなかいないと思います。素晴らしいですね。というわけなんですけれども、その剣道三段なんですけども、いつから剣道を始めたんです。生まれた時じゃねえな。小学校1年生からやってます。1年生から、はい、みんな男の子なんかね、棒持って飛んだりというけどね、保育園の頃にこう棒持って飛んだりして、その続きで剣道やった。そうじゃねえか。そういうわけじゃないですけど、まあ、理由は何なの。その理由は近所のお姉さんに、うん、勧められて始めました。いや意外とさ、この棒持って飛んだりってだから、あなた剣道やりなさいよなんて言われたんじゃねえな。あ、そうじゃねえか。そこでもない。あ、そうだね。そうなんだね。というようなことで、そのまあ小学校から始めたということなんだけども、練習って剣道、私よく、見るだけでやったことないんだけども、剣道の練習って厳しいんです。厳しいです。小学校の時は日曜日、毎回朝5時半に集合してあららやってたので、5時半、毎日じゃねえな、毎週日曜日です。あ、毎週日曜日。水曜日は普通に7時からなんですけど。あ、なるほど。あ、じゃあ学校始まる前じゃなくて終わってからやったんだ。学校終わってから水曜日やったんですね。はい、でその練習もそうなんだけども、小学校の剣道についてなんか覚えてます？なんか覚えてます。覚えてます。朝5時半集合なんですけど、うん、遅刻するとみんなの前でうさぎ飛びさせられるんですけど、あらら、それがすごい嫌で嫌でなんか泣きながら毎回言ってた気がします。あ、嫌で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 、はあ、嫌で嫌だったけど、剣道自体はいいんでしょ。剣道自体はいいんですけど、練習があんまり好きじゃなかった。ああ、みんなそうだな。剣道はいいんだけど練習が嫌だっていうのはね、うん、まあ同じね、どんなスポーツでもね。はあ、そうなんですか。こちらになんか写真があるけども、これは中学生ですか。あ、そうです。これ中学3年生の時の、今も大会続いてるんですけど、松代でエコールの松代っていう文部学校旗のこの旗がそうなんですけど、文部学校旗争奪剣道大会の時の第1回目が私が中学3年生の時にあったんですけど、1回目で。そうです。その時の優勝した写真です。偶然にも良かったね。そうですね。1年遅ければ出られなかった。そうですね。ねえ、はあ、で優勝した。はい、こう1回目で優勝して感激したでしょ。感激しました。テレビも来てたんで、ね、あ、そう、放映されたんですけど、ああ、みんなに言われた。でも私のとこ結構カットされてあ、そう、
優勝したのに。優勝したのに。おお、あ、団体戦か。そうです、団体戦です。あ、なるほどね。じゃあもう団体の皆さん出たから。そうですね、出る人と出ない人いたんか。うん、そうなんですか。2枚目は、はい、これは何の大会ですか。これは、全国中学校体育大会に出た時の写真です。これも中学3年生の時に出たんですけど、その時みんなで撮った写真です。おー、この時はまあ成績はまあ特にまあ普通、ね、この時はベスト16です。おー、それも全国だからね、まあ、強いですねみんな。ねえ、ねえ、全国から来るんだもんね。はい、次はこれは、これも全中の大会で試合中の写真です。プロのカメラマンの人が撮ってくれるんですけど、それは多分親が買ってくれて撮ってあるんだと思うんですけど。おお、なるほどね。 DC ね、ね、かっこいいね。男っぽいです。ああ、はい、でこれはどうですか。これも同じです。これは固定を打ち込んでる写真です。入ってるんで、打った方が笠井さんでね。そうですね。おお、固定って言って、はい、ポーンと割り勝った。そう。ああ、勝った瞬間。はい。ああ、いい瞬間の写真ですね。ねえ。プロが撮ったやつ。あ、プロが。ほう、やはりね、おお、すごい。こういう時はもう自分でわかる。撮ったってこう思う。あ、思います。思う。はい。よしってこう思うんだね。あ、思います。ああ、なるほど。気分いいね、そういう時は。そうですね。ああ、なるほどね。はい、次はこれは、これは、あ、違うかな、高校になっちゃうかな。これも中学ですか。これは全国で、うん、冬の選抜大会があるんですけど、その中で上位成績者たちが呼ばれる大会に出て3位になった写真です。ほう、すごいね。そうなんだ。この時も嬉しかったんですよね。この時も嬉しかったですけど。嬉しかったですね。監督がすごい怖い人で、ほう、あんまり勝ってもあんまり喜んでると怒られちゃう。あ、ああ、わあなんてやったってもうダメなんだ。厳しい。何やってんだ。あ、そうですそうです。もう常に静かに。ああ、ねえ、勝ったらうわ万歳とかってやったってね、うん、ダメって言われちゃう。そう、怒られちゃう。怖い先生でしたね。ただ高校になっちゃうかな。はい、それで中学とかね、高校とか、まあ剣道やってたんでしょうね。はい。でモテたでしょう、皆さんに。ラブレターなんかいっぱい来て処分するの困ったんじゃない。そんなことないです。そんなことねえの。モテたかったですけど、本当はモテたけど、まあ黙ってるとね。はい、ということで、次これが高校時代のやつかな。この次が、これが高校時代ですか。そうです、はい、これは県大会で優勝した時の写真です、うん、あ、県大会で優勝ね。中学も優勝、高校も優勝、すごいね。そうです。あ、これも団体戦で。これも団体戦です。これ主将とかっていうのはあるんですか、あの順番とか。これ順番というのはやっぱり決まってて。あ、そうですね、うん、先方、次方、中堅、副将、大将の順で試合に出るんですけど、うんうん、でやっぱりこう相手とこの人には勝ちそうだとかって言って、こう先方っていうか、なんかその対戦相手とかっての決めていくの。あの人が出るか、一回決めたらずっとそのままで出なきゃいけないんですけど。でも監督の采配によって、うん、その強い人をどこに置くかっていうのは、うんうんうん、その監督ごとによって違います。おお、なるほど。やっぱり最初からバンってやっといて、勝っといて。そうです。で粒っていうか、みんな強ければ、うんうん、最後対象戦に持ってって、うん、対象が一番強い人を置いて、うん、試合するっていうパターンもあります。なるほど。あ、いろいろ戦法あるんですね。あ、それでこれは何ですか。これは北信越大会、この県大会勝った次の大会で、うん、北信越大会で新潟でやったんで、この時のマスコットがいるし、うん、おお、これ新潟のマスコットだね。多分トキのモチーフなんだと思います。ああ、トキか。そう、通りで時々見た。あ、そうじゃない。はい、余計なこと言ってますね。また笑われちゃう。はい。はい。
はい、これはこれは、インターハイの時の写真です、うん、これ試合終わった後に並んでる写真で、目をかぶって顔が見えなくなってるのが私です。あー、なるほどね。あー、わかりました。はい、これはこれは、高校の、国体です、高校とは違うんですけど、うん、県で長野県で選ばれた5人、まあ、県と合わせて6人ですね、が出れるんですけど、うん、じゃあ県内でもう1番から6番まで、そうですね、選抜されて、北信越大会で出て、そこでもまた上位2位にならないと国体に出られないんですけど、うん、それで勝って、秋田であった国体に出場した時の写真です。そりゃ大したもんだね、県内でね、6人しか選ばれないのに入って、でまたそこで勝っていくというね。ほう、大したもんだな。ねえ、すごい。ありがとうございます。でこれで写真終わりですかね。終わりですかね、はい、はい、それでまあ小学校中学校高校ずっとね剣道やってきて、今もやってるんですけど、うん、選手としてはやってないんですけど、小学生に教えてます。今は先生。先生です。はあ、どこで、長野とかへどこへと教えてるんですか。と東条出身なので私が、うん、あそう、東条小学校で剣道教えてます。男の子も女の子も。男の子も。はあ、男の子は勝つ入れちゃう。そうですね、結構男の子優しい子なので、今の小学生女の子の方が強かったりします。装飾男子だ。なるほどな。はあ、はあ、なるほどね。じゃあ女の子の方が勝って。そうですね、女の子の方が強い、うん、女の子、男の子が泣いちゃったりして。そうだねか、でもそんな感じ。そうなんだ。はあ、で何その今、剣道で、まあ、小学校中学校高校と剣道されて、今は先生っていうか指導者してて、なんかこう自分でやるのと先生っていうか指導者とどっか違うところあります？なんかこう難しいっていうか、言っても相手に伝わらないので、うん、自分が体では分かってるんですけど、うん、相手に伝えられないっていうのがすごいもどかしかったり難しかったりするなと思います。あ、やっぱりこう指導する難しさっていうのがあるんだな、はい、自分でやるよりは。そうですね、こうなったら自分でやった方が早いってなっちゃう。そうですね、そう思います。そうだな。あ、なるほどね。今小学生ってまあ子供さん、まあ若い人少ないんで、加瀬さん いらした頃とはだいぶイメージは違うんでしょ、うん、もう人数もすごい少なくて、うん、1チーム組め5人なんですけど、うん、もうそれギリギリ5、6人くらいしかいないので、うん、あ、みんなに結構、男の子女の子含めてじゃなくて、あ、含めてそのくらいしかいない。あ、そう。じゃあ女性の大会男性の大会って言ったらできねえじゃん。でも小学生一緒なんで、うん、男子と女子だから小学生まではまだいいんですけど、あ、なる、あ、中学になると別になってきちゃうんで。あ、小学生はもう男の子も女の子も一緒なんだ。あ、そうです、一緒です。おー、あ、なるほど、うん、なるほど、そうなんだ。はあ、あとまあ剣道ねずっとやってたんですがね、こう感動したこととか嫌だったってことなんかあります？特にまあ感動したようなことは、まあ高校のインターハイ決めた時に、うん、自然となんかみんなで泣い、うん、涙が出て、みんなでなんか嬉し泣きをしたこと。いいなぁ、そう、もう体が震えるほど。あ、そうですね、震えた。はい、はいいなぁ、ね、そういうのいいでしょ、忘れられないね、思い出です。うん、私が生きてた中で一番幸せとか言ったのかな。そうじゃねえか、言ったか、そこまでじゃない。あ、そうか、そうか、あ、なるほど。さっき写真にあったやつだよね。あ、そうですね、あ、はい、素晴らしいね、お面かぶってたのだね、はい、で、あと嫌だったってことなんか。嫌なこといっぱいあって、うん、暑いし臭いし。あ、寒いし。あ、なるほど。あ、そうか、道着は臭いんだな。そうですね、あ、うん、じゃあ変な虫が寄ってこなくていいじゃないですか。そうです、そういう面ではいいかもしれない。そうか、あ、というようなことでね、時間もだいぶ過ぎちゃってあちらで早くやめろって言ってるんですがね、最後に、一言ね、祭り皆さんに何か一言ありますか。いっぱいあるんですけど、うんうん、いっぱいある、いっぱいある、はい、来週、はい、あ、今週の日曜日、うん、はい、出ます。出ます、どこに出る。エコー柱の寄進で行列で
お姫様の後ろにつく腰元っていう村むす町娘で町娘出るんですけど、ぜひ皆さん行列に来てください。じゃあカツラかぶって、そうです、お化粧して着物着て、あ、いいな、はい、じゃあぜひ皆さんね、はい、見ていただきたい。29日、何時から？8時くらいに松代は行列やってると思います。おお、なるほどね、はい、流れまで歩いていくんだ。まあ、バスで行きます。あ、そうだ、はいよ、はい、わかりました。はい、他に何かあるんですか？あと、信金に長野信用金庫に勤めてるんですけど、うん、皆さんぜひ貯金をお願いします。あら、ちゃんと PR するあたりね、さすが支店長さんにやって言っておきますね、はい、ちゃんと言いましたよってね、はい、ということで時間もだいぶね過ぎちゃって、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあちょっと。ということで皆さん、ゴールなんでした、ね、今日はね若い方で、ね、はい、今日は良かったですよ、良かったですね、また飲むのも楽しみですね、はい、そうですよ、はい、ありがとうございます。今回ね、はい、仏教会でね、お花祭りってのあるじゃない、稚児行列あるじゃないですかね、ありますね、これまたね今募集してるんです、はい、今月末までにね、募集をしてるということで、お願いしたいなと思います、はい、でこれはね、西念寺さんにね、連絡いただければいいかなと思ってます。はい、なんでよろしくお願いします。でその後アトラクションとしてね、文化ホールでね、うん、佐渡の人形浄瑠璃、これね無料でやるって言うんですよ、おー、うん、これがね、4月の29日にね一応やる予定です。はい、でまあこれ無料って言うんで、ぜひね参加していただければいいかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。それから今言ってたね、エコー柱、ね、29日にエコー柱でね受け入れ式っていうことで、うん、出発するって、これもありますしね、お願いします。はい、はい、じゃあ続いて、ね、たくさんありました、はい、はい、それでは来週の予定ですね。来週はね、はい、これまた面白いんだよね、宮坂さんの言ってるんだね。あ、バタバタしですね、うん、あ、ホラフクって、はい、あ、どうするの、俺はホラフクそう、ホラガイ吹くんだって言うからね、ホラガイだね、あ、そうそう、今日ちょっとね、来てもらうようにして、あ、そうです、うん、ちょっとおどけちゃう、はい、ちょっとお願いします。あ、こちらの方、はい、お、いやいや、ちょっと、ちょっと、はい、はい、すげえな、うん、そうですね、この格好で何、これ、この格好で、俺震えちゃう、この格好で、なんか、市内からか持ってくるんじゃねえか、剣道じゃねえから、市内持ってこいな。まあ、刀じゃなくて、来週はホラガイ持ってきますんで、はい、じゃあ鈴木さんでしたよね。はい、そうです。鈴木さんはホラガイ吹く。はい。俺はホラ吹く。はい、そうですね。さっき言った、さっき言われちゃったからな。ホラ吹き。はい。ということで、なホラガイって、あれは何？昔からな。そうですね、ここ15年くらいは、サラダ祭りでホラガイ吹かしてもらってます。なるほど。あれは難しいもんですか？いや、そうでもないですね。そうですか。はい。根が正直だと。ホラ吹きじゃないと、うん、あ、なるほど、はい、了解、まあ、ネタ見つめた、はい、分かりました。俺では来週はあれですか、なんかこうホラが吹いてくるんですね、もちろん。そうですね、オープニングにホラが吹かしてもらいます。分かりました、楽しみですね、はい、はい、それでは鈴木さん、来週よろしくお願いします、はい、お願いします。